イエス、ものづくり長野。技術立国日本を支える長野県のものづくり、世界に誇るその技術の数々をご紹介します。リンゴ園を一気に消毒するスピードスプレーヤー、ボディに羽に足回りにすごい技術が詰まっています。商品はスピードスプレーヤーの専門メーカー須坂市の本社工場で作られるマシンは年間およそ800台、全国的な知名度とシェアを誇り、長野県を拠点に青森、山形、福島、熊本に支店を展開、日本の農業を支えています。私どもは設計から、生産、販売、アフターサービス全部一貫としてやっております。ですから、歯車から、軸から、ミッションケースから、車体から全部作ります。昇進のスピードスプレーヤーは他社に先駆けた新技術を搭載、たゆまぬ研究開発によって全国シェアを高めてきました。使ってみてここがこう希望で直してもらいたい、こういうふうに使い勝手が良くなればという希望を吸い上げられます。それをまた新しい製品に織り込んでいきます。四輪駆動やコックピットのようなキャビン式を導入したのも昇進が世界初でした。この羽の緩やかなカーブ、消毒を効率よく行え、さらに音が静かになるように独自開発した昇進の特許技術です。長野県では唯一の自動車メーカーとして私どもいろんな車両が作れるというふうに思っております。ですからこれからはもっといろいろな農業機械に関わらずいろいろなものを作っていきたいというふうに思っています。農家の声を聞きながら他社に先駆けた自社開発を続ける昇進、長野県唯一の自動車メーカーとして新たな挑戦を続けます。